メンズキルト、鈴木パーセリでございます。いつもご覧いただきありがとうございます。皆様新年明けましておめでとうございます。今日新年最初のね、動画はね、スマバッグになります。ちょっとね冬らしいねこのウール素材が、ね、入ったこのピンクのねこれがこう2枚紺のねやつ、あとこれね、なんかこれとねセットになって売ってたんですよ。これとで、あと接着芯もねセット3枚セットでね、でそこれをこの紺色を1セットとこっちは2セットだから、こっちが表地、これはね、サイドにね使って、この布は底の部分で、まあこの残りはこれ朝かな、朝3枚、1、2、3、これはそれぞれここの、インナーとして使って、でポケット部分もつけようとは思っているので、このね厚地のキャンバス地みたいなのが残ってたんで、まあ、これをポケット部分に使っていこうかなと。こっちの本体と裏地の方の接着芯はこれ、買ってきております。ハードタイプ、になりますので、で今回はねいつも今日はねちょっと高級感を出して、まあ、冬でございますし、まあ牛革かな、これ約1000円ぐらいのちょっと長めのあれで、ショルダーこっちタイプね、を買ってきて、これカシメ穴開いてるんで、穴開いてカシメを、セットしていきたいと思います。でまず作り方は、まずアイロンかけて全部ね、アイロンかけて、あとこの接着芯、こちら接着芯貼って、そしてまあバッグを作っていこうと思うんですけど、まあ一回ちょっとね、今までね土管型の丸いやつ、前ね作ったビバティプリントのあの形ではやってましたけど、ちょっと今回ちょっとこう形をね横長というか平べったくしてやってみようかなと思っております。
はい、無事、まあ完成ですけど、まあ反省点もいっぱいありますけど、まあ全体的に見れば、まあまあまあよくできたかなと。ここだけ惜しかった、この、ほら、ここだけ。これ、これ多分取れないと思うから、もうこれでいくしか、ちょっとね、これ。あれ？これだけ残念。うん。かしめね、打ったことない方はね、あれかもしれないけど。まあ、これがね、かしめ打ちで打ってるんですよ。ボート。この下受けね。下受け。でね、このかしめ自体はね、最初はね、10個か20個の少ないの買ったんですけど、アマゾンで買えるので、でね、これね、バック用のね、ここの長さがね、長いタイプがあるんですよね。オスメスあって、こう、オスとメスがこうあって、ぐーっとやるんだけども、ここがね、長いタイプがあります。それをね、これ50組かな。確か50組ぐらいだと思ったんだけど、それを買って、まあ、ここに、ね、やって、間に布とか、まあ、この挟んで、上から、まあ、メスをこう、はめてと。で、こうやって、ここでガーンと打っていくだけです。もう極めて簡単です。ただし、ここのくぼみにちゃんとね、このかしめが入ってないとね、この際とかになってくるとね、際に入った状態でこう打ったりすると、ここにね、際のこの跡がね、ついちゃったりして、実際これもついてんだけどね。だから、表側からこれ、こっちで打った方がいいです。見える方だけは。で、見えない裏地は、こっちの下にしてね、やるといいかなと。思います。まあ、あと、ね、冬ということで、ウール素材にね、してみたんだけど。で、ポケットも、こんな感じ。でっかいのをちょっと。まあ、ちっちゃいのは中につけてもいいけど。まあ、女の人ならジャストサイズなのかな。私がやるとやっぱちょっと、まあ、こういうことですかね。でね、本当はね、別にここ切り返しつけなくてもよかったんだけども、普通に縫って、ここ、マチをここグッとやって切ればよかったけど、まあ今回ちょっとね、高さとかもね、厳密にちょっとね、見てみたかったんで、妻のね、使った時のこの、あまりにも取っ手が長いと、持ってこう、手入れる時に深すぎるとね、取りづらかったりするんですよ。だから、ここのね、持った時の、こっからここの、深さも結構重要にはなってくるので、ね。まあ、これで、また、今までね、土管型作ってたけど、またちょっと俺、これに戻したいなと。個人的にね、この形に戻したいなとは。思ってます。多分こっちの方が使いやすい気がするんですよね。やっぱり書類だってある程度は使って A4 だってまあ余裕で入るでしょうしね。なかなかジャストサイズではないかな。でまあここだけのかしめ打ちだけ気をつけてくださいねっていうこれ。まあそういうところでございますね。はい、な感じですね。まあ今日もね、もう今日これ2日にかけてやって、今日完成して12月31日でございます。2017年もね。で、まあこの動画がアップされるときはもう2018年になっていると思いますので、ね、2018年も、男のソーイング、メンズキルトですね、よろしくお願いいたします。まあね、これもちょっと新しく、しましたんでね、気分新たに
ただね、編集はね、どうしようかなと。でも、この間、前回のはね、ちょっとおとなしめの編集にはしてみたんですけど、まあ、今回はね、また、普通に戻したバージョンをお送りしているとは思うんですけども。で、あとね、テロップもね、どっちがいいか聞いてみればいいじゃん。テロップ。皆さん、コメント欄にお願いします。どっちが、今までのバージョンと、どちらがいいでしょうかって。でじゃあ皆さんにちょっとねお聞きしたいんですけども、あの前回のねおとなしいバージョンと、まあ、前々回以前のあのいきなりプリンとかこう出てくるねレッツエンジョイミラクルソーイングのタイトルが出てくる元気バージョンとどっちがいいかなとは思うんですけど、まあどっちがいいかちょっと皆さんのご意見もねお聞きしたいので、よろしければコメント欄にご記入よろしくお願いいたします。ということですかね。まあバック作りなんで、そうだ、もう一つね、途中ねここの口縫うとこだけね、あのね上の送り歯のねオプション買ったんですよ。オプション、そしたらジャスピンでこれがいい。普通シワが寄るんですよ。あのね、なかなかこのインサイド側のこのバック本体とアウトサイドのね表ホジの本体のこれを縫い合わすと絶対シワが寄るんですが、このねまだ次回これにしようかなと思ってるんですけど、エプロンの型紙もあるからどうしようか迷ってるけど、エプロンの型紙とあとね送り歯のこのね威力をね、いやすごいですよ純喜さん。ホームページからね頼んで買ったんですけど、ね、素晴らしいとちょっと感動したんですけど、ね、2017年一番感動した、ことでしたけど、ね、ちょっとこのあれですよ、上の押さえはねもう標準装備にしようと思ってます。ちょっとだけ音はうるさいけどもう素晴らしいです、ね、ということでそんな感じでございますというか、まあ、こういう感じにできましたので、皆様もよろしければ作ってみてください。それではメンズキュート鈴木パスリでございました。さよなら、今年も頑張るぜ。